えると一気に中国人っぽくなる魔法の単語なんですよね。ネイティブの WeChat または会話にバンバン出てくる内容になっているので、今日の動画でホイマスターになってください。大家好、我シャーポリア、皆さんこんにちは、アハレンです。今回はネイティブが本当に使うホイの真の用法についてお伝えします。ホイは中国人が日常でよく使う単語ランキングトップレベルの助動詞で、使えると一気に中国人っぽくなる魔法の単語なんですよね。ホイと聞くと何々できるという意味なんじゃないかと思う方がほとんどだと思います。実際にそれは間違いではないんですが、ネイティブはこのホイを日常的に何々できる以外の意味で使うことがほとんどなんですよね。その本当によく使うホイの用法をこの動画で解説していきます。特に後半でご紹介するホイの使い方は教科書にもほとんど載っていないネイティブの WeChat または会話にバンバン出てくる内容になっているので、今日の動画でホイマスターになってください。では早速本当によく使うホイの用法をご紹介していきます。その用法は可能性と推量、そして意思なんです。じゃあ実際に詳しく解説していきますでは実際に詳しく解説していきます。その前に何々できるという意味で使う時のホイについても今後動画で解説する予定なので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。まず可能性と推測を表すホイなんですが、動詞の前にホイを置いて何々かもしれないや何々だろうという意味を表すことができます。じゃあ例文を見てみましょう。明天他会来、ホイを入れることで明日彼は来るだろうと可能性や推測を表す文章になります。もう一つ例を出すと、我想一想以后会发生什么变化、これは今後何が起きそうか考えてみるよというようになって、何が起きそうかという可能性を表すことができるんです。またホイの前に一定という意味のきっとや可能多分のような副詞を置いたり、文末に断定を表す語気助詞だを置くことで可能性推測の程度を表すことができます。例えば明天一定会下雨だ、これはきっとという意味の一定と文末に断定を表すだがあることで、明日はきっと雨に間違いないと断定に近い可能性推測を表すことができるんです。他にも我可能会迷路、これは可能という単語とつなぎ合わせてより可能性の意味合いを強調しています。私はもしかしたら迷うかもしれないというニュアンスですね。ちなみにこれを不会という否定の形にすると可能性を否定することになるので、ありえないという訳し方になります。例えば不会吧、これでありえないでしょというフレーズになるので、ぜひ覚えておきましょう。はい、次に意思を表すホイです。これは教科書でも詳しく説明されていなくて、ネイティブも感覚で使っているので少し詳しく解説していきます。ぜひ集中して聞いてください。意思を表すホイはこれからの行為について、今後私はこうしますという意思を伝えたい時に使えます。じゃあ例文を見てみましょう。以後我会注意的、日本語訳は以後私は気をつけますとなります。ここでは今後気をつけるという意思の意味が入ってきますね。なのでホイを入れます。また語気助詞のだがついていますが、これは断定を表すものなのでより意思が固いということを表しています。だというのはネイティブが基本的にセットで言うので、ぜひ覚えてください。はい、じゃあもう一つ例文を見てみましょう。我会准时到的、
日本語訳は時間通りに着くようにするよですね。これも時間通りに着くという意思の意味があります。そこで断定のだをつけることでより固い意思を表すことができます。はい、まとめると未来のことについて自分はこうするんだという意思を伝えたい場合はホイを使い、文末にだをつけるとネイティブっぽく伝えることができます。はい、では今まで学習してきたことをまとめましょう。ホイは日常で非常にたくさん使えます。今回ご紹介した意味は2つです。1つ目は可能性推測を表します。何々かもしれないや何々だろうという風に訳すことができます。明天他会来のように使うことができます。もう1つは意思を表す意味でしたね。これは教科書ではほとんど詳しく説明されていないものでした。これからの行為に対して私はこうしますという意思を伝えたい時に使います。以後我会注意的というように断定のだとセットで使ってこれからの行為に固い意思を伝える時に使うものです。はい、もっと本気で中国語をもっと本気で中国語を学びたいという方は概要欄の LINE をタップすると7日間の無料中国語コーチング講座を受講することができます。中国語を本気で勉強して HSK や中国語検定を取りたい、または中国語喋れるようになりたい、そしてモチベーションが続かないという方にぜひ見てほしい無料講座になっています。この7日間の講座では本質的な中国語の勉強ノウハウや学習する上でのマインドセットなどについても発信していきます。実際に受講された方ではアハレンさんの動画を見てやる気が出ましたとか、3ヶ月で HSK 3級に合格しました、または3日坊主だったんだけど1日2時間自分に甘えることなく勉強できるようになりましたなど、本当にたくさん嬉しい声が届いています。ぜひ追加して7日間の無料コーチング講座を受講してみてください。はい、じゃあ10秒のリスニングチャレンジをしていきましょう。夏天的时候常常会有雷雨天气，这时闪电就会一闪而过，在夜空中划过一道优美的弧线。はい、いかがでしたか？はい、またいつものアハレの近況報告なんですが、実はちょっと前に抖音で流行っていた中国語、日本語、英語を混ぜた文章というのを皆さん見たことありますか？はい、実はそれをツイッターに投稿したんですね。そしたら反響がすごくて、なのでぜひ皆さんにもちょっとチャレンジしてほしいなと思います。こちらです。ぜひ挑戦した方がいたらコメント欄で教えてください。好、那谢谢大家，我们下次再见吧。ホイと聞くと何々できるという意味なんじゃないのと、では早速本当によく使うホイのご用